はい、皆さんこんばんは、時の彩りです。今回ですね、僕は東京の方のアトリエ兼ギャラリーのギャラリートレスの方にいるんですけれども、ストップモーションの動画のちゃんとした解説っていうか、今までねちょっと真面目に解説できてなかったなっていうのがと心残りでして、今回はねしっかり編集過程の動画っていうかですね、一コマ一コマちょっとお見せして、ストップモーションの中の状態を紹介できたらなと思いますので、よろしくお願いします。でまずですね、その動画自体をまず皆さんにお見せします。ご覧ください、どうぞ。はい、というわけで、ああいう感じで、よくありがちなその森のっていうか木のトンネルの中で、そういう動物がいたりとかっていうちょっと可愛らしい絵になってるんですけど、今からですね、これをちょっとずつしっかりね解説っていうのをしていきたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、というわけでね、偉そうに今回は真面目になんて言いましたけど、一コマ一コマねちょっと見せたかったんですけど、どうしてもそこの映像とこの映像がですね編集でくっつかなかったっていう事態になっちゃいまして、結局スローモーションです。だからね、もう完全にちょっとやる気がそがれてしまってっていうか、全然やる気が出ない。何をどう説明していいか、どんどん進んでいっちゃうしね、これをね一枚一枚見せたかったんですよ本当は。でもね、全然できませんでした。ちょっとね、もうちょっとこう勉強して、上手にこう画像を貼り付けれるようにとか、動画を貼り付けれるようにしたいと思いますけど、どうやってやればいいんやろうな。またね、この後ね、一番最後の締めみたいな形で、偉そうに今回のこのちゃんと説明しましたみたいな感じの体でね、おじさんが喋ってますよ。もう本当に偉そうに喋ってます。でもね、全然うまいこといかない。このね、声だけね、後取りなんですね。だからね、この後また、このグダグダな感じの、いかにも成功しました、みたいな感じのおじさんをね、しっかりご覧ください。楽しんで、最後までよろしくお願いします。全然ダメや。一応今回はこういう形で、その森の表現の仕方だったりとか、あとはその陰影の付け方だったりとかですね、頭の中のことをこう書いてるに過ぎないんで、あれが正しい書き方かどうかっていうのは分かんないんですけれども、自分の想像の中での森のトンネルっていうのはこういうものかなっていう、イメージで書いてるものです。だからまたね、これからいろんなその他の絵に関してもまた少しずつね、コマ撮りだったりとかそういうものをですね、解説していけたらいいなと思います。これがねちょっと続くかどうかってさっきも言った通り、まだね分かんないんですけれども、これからもねまたいろんなその解説動画だったりとか、絵描きとしてのその日頃のその生活だったりとかですね、新作の途中の段階とか過程とかですね、あとはそういうライブペイントの様子とか、そういうのをねまた何本かですね、動画を撮ってみたいなと思ってますので、そちらの方もよろしくお願いします。それでは今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。